どうもこんにちは、今回はですね DIY 久しぶりの DIY をやってみたいなと思います。セリアでですねいくつかパーツを買ってきました。これがセリアのものなんですが、まずはですね木製角材3ピースそれと木製角材2ピースこれを2つそしてですねインテリアアイアンバー角ショートクロームメッキのものですねこれを1つでそれとは別にですねホームセンターで、ステンレススクリュー釘こちらはですね 1.7mm×25mm それとステンレス鍋小ネジ M4 の 40mm とそして木工用ボンドを用意しました。はい、今回の材料はねこんな感じなんですがこちらの角材がですね、45cm あります。 45cm あるので、まあ、切りのいいところで 22cm と 22cm に分けていこうと思います。